はい、セクシー花いちご関谷です。今回は初めてのヨーロッパ、フランスに行ってみたいと思います。そして今回一緒に旅をしてくれるのは、去年6月の北京プーケット旅行を一緒に行った高校の同級生のサチです。はい、セクシーあ、ごめん、撮ってる今回一緒に旅に行くサチです。お願いします。今回フランスまではベトナム航空で、羽田からハノイ、ハノイで乗り換えてパリ・シャルル・ドゴール空港へ行きます。約21時間の長旅、私のお尻は持つんでしょうか。そして病み上がりのサチの体調は大丈夫でしょうか。不安はありますが楽しんでいきたいと思います。ちなみに航空券は62,280円でした。これから行ってきます。まずはベトナムハノイに向けて飛行機に乗り込んでいきます。ちなみに私はめちゃくちゃ頻尿で、じっと座ってるのがなかなか苦手なので、長時間乗る飛行機の時はチェックインの時に必ず通路側でお願いしますということをリクエストしてます。トイレのたびに隣のお客さんに声をかけて、わざわざ席を立ってもらって、でそれでトイレに行くのってすっごいなんかしんどいし気まずいですよね。自分が席を立つ分には全然いいんですけどね。窓の景色も見たいけど通路側にしちゃうっていう、なんかこれ共感していただけますかね。ベトナム航空の機体はモニター付きで綺麗でなかなかいい感じです。ベトナム航空のイメージカラーもティファニーブルーみたいで結構可愛い感じです。出発前のケーキ漬けに缶ビールをいただきます。はい、無事にハノイに着きました。飛行機の時間は約5時間半だったんですが、何度も乱気流があって、その度にすごく揺れて体調が悪くなってしまうお客さんがかなり続出しました。ちなみに私もかなり酔ってしまいました。せっかくベトナム来たのでベトナムっぽいものを食べよう、飲もうと思って、ベトナムコーヒー買いましたが、値段が6ドルの960円ですだけ。美味しい、濃厚です。ベトナムコーヒーを飲んで元気をチャージできたので、いよいよパリに向けて地獄の12時間半頑張りたいと思います。夜行便だったので機内食が終わるとすぐ消灯になったのですが、全然寝れない。そして消灯の時のモニターがやたら眩しく感じる、やめて。試行錯誤の結果、このスタイルでやっと睡眠を取ることができました。はい、セクシー。10時間経ちまして、あと2時間ほどで到着です。やっとだね。いや、もうちょっとで着きます。地獄の12時間なんとか乗り越えられそうです。乗ります。そしてついにフランスの景色が見えてきました。ようやく無事にパリ・シャルル・ドゴール空港に着きました。いやー、長かった。でも頑張った。私思いっきりパリを楽しみます。 Thank you。 初上陸のパリ、どんな感じなんでしょうか。寒い肌寒い。いや、ちょっと噂には聞いてたんですが、7月のパリ、日本の10月ぐらいの涼しい気候です。半袖 T シャツの私はちょっと寒くて何か羽織りたくなりました。パリに着きました。12時間乗り越えたぞ。さあ、いよいよパリ市内へ向かいます。イミグレーションも手間取ることなくスムーズに手続きができました。空港からホテルまでは電車で約50分の道のりです。無事にバックパックもピックアップすることができました。サチのバックパックも無事でした。荷物を整理して出発と思ったんですが、足がつって動けなくなりました。12時間の疲労が蓄積されてるんでしょうか。左足がもう繰り返しつってます。
いや、これももう年なんですかね、繰り返し足がつってその場から動けなくなってしまいました。ようやく足のつりが治って動けるようになりました。気を取り直して電車を探します。市内の高速電車はこの RERB という看板を目印に進んでいくとチケット売り場がありました。券売機に日本語の表記はなかったんですが、なんとか英語で勘で進みました。ちなみに支払いはクレジットカードのみで、ホテル最寄りの駅まで 11.8 ユーロ、日本円で約1900円でした。パリの電車に初乗車です。電車は空いていて、もし混んでいたら1本遅らせればすぐ座れるといった感じでした。案内表示も分かりやすくて、車内も綺麗でふかふかな椅子で快適そうです。車窓から見る初めてのフランスの景色、郊外の景色はなんだか日本と変わらないなっていう印象でした。走行しているうちにパリ市内に着きました。人々から聞こえてくるフランス語が、フランスにいるんだっていう実感が高まってテンションが上がります。ちょっと迷いつつようやく改札を見つけました。出てきた。なんで帰ってきたんだろう。分かんないなんだろう、まあ一回取っとくか。いよいよパリの街へ足を踏み入れます。おお、涼しい涼しいね。これ昼でこれでしょ。やっぱ夜寒いね。わあ、でもちゃんなんかちゃんとフランスじゃん。あ、駅。わお。初めてのフランス、建物がクラシックなものが多くて、なんか想像してたパリっていうヨーロッパっていう感じがしてとっても感動しました。こういう通りもなんか何気ないけど本当おしゃれで素敵ですよね。今までヨーロッパって遠くて時間もかかるしお金もかかるっていうことで旅行先に入れることがなかなかできずにいたんですけども、わあいいね、ケーキとか。コロナを経験してお金がかかっても時間がかかってもやっぱり行きたいところには行こうと思って今回行くことにしました。そして素敵な街並みを歩いているうちに、今回泊まるホテルグラフィックモンパルナスにやってきました。よいしょ。ボンジューボンジュー。こちらのホテル1泊2万3000円と私としては奮発した料金なんですが、はい、じゃーん、狭めな2ベッドルーム、はい、ねー、シンプルですね。ここは物価の高いフランス、タイで泊まったホテルみたいな、わーすごい広いみたいな感じにはならなかったです。早速物価の洗礼を受けました。まあ、でも必要最低限のものは揃ってるし清潔なので住めば都ということで快適に2日間暮らしたいと思います。何通りか分かんないけどおいと、なるほど。今回はここまでです。次回はパリの街を観光します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あとコメントもいただけると動画制作の励みになります。ご視聴本当にありがとうございました。バイセクシー。